創世紀十二章。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って、息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った。今、私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば、私たちは生き延び、死なずに済むだろう。 そこで、ヨセフの十人の兄弟は、穀物を買うためにエジプトに下って行った。しかし、ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを、兄弟たちと一緒に送らなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。こうして、イスラエルの息子たちは、人々に混じって穀物を買いにやってきた。カナンの地に飢饉が起こったからである。時に、ヨセフはこの地の権力者であり、 この地のすべての人に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちはやってきて、顔を地につけて彼をしを拝んだ。ヨセフは兄弟たちを見て、それとわかったが、彼らに対して見知らぬ者の,のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。お前たちはどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。 ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。かつて彼らについて見た夢を思い出して、ヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、ご主人様、しもべどもは食料を買いに参りました。私たちは皆一人の,人の子です。私たちは正直者です。しもべどもは回し者などではございません。 ヨセフは彼らに言った。いや、お前たちは、この国の隙をうかがいにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは、十二人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は、今、父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフは彼らに言った。私がお前たちは、回し者だと言ったのは、そのことだ。次のことで、お前たちを試そう。 ファラオの命にかけて言うが、お前たちの末の弟がここに来ない限り、お前たちは決してここから出ることはできない。お前たちのうちの一人を送って、弟を連れて来い。それまでお前たちを監禁する。お前たちに誠実さがあるかどうか、お前たちの言ったことを試すためだ。もし誠実でなかったら、ファラオの命にかけて言うが、お前たちは間違いなく回し者だ。 こうしてヨセフは三日間彼らを監獄に入れておいた。ヨセフは三日目に彼らに言った。次のようにして生き延びよ。私も神を恐れるものだから。もしお前たちが正直者なら、お前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ。自分たちは飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そして末の弟を私のところに連れてくるがよい。そうすれば、 お前たちの言葉が本当だということが分かり、お前たちが死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。まったく我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれがアーレミを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ルベンが言った。 私はあの子に罪を犯すなと言ったではないかそれなのにお前たちは聞き入れなかっただから今彼の血の報いを受けているのだ彼らはヨセフが聞いていることを知らなかったヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからであるヨセフは彼らから離れて泣いたそれから彼らのところに戻ってきて彼らに語った そして彼らの中から紙面を捕らえて、彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、それぞれの袋に彼らの銀を戻し、さらに道中の食料を与えるように命じた。それで人々はその通りにした。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて彼らの一人が、 宿泊所で自分のロバに資料をやろうとして袋を開けると、自分の銀が身を自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が戻されている。しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは動転し、身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう。彼らは、 カナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げた。あの国の主君である人が私たちに厳しく語り、私たちをあの国を探り、回し者のように扱いました。私たちはその人に、私たちは正直者で回し者などではありません。私たちは十二人兄弟で同じ父の子です。一人はいなくなりましたが、末の弟は今、 カナンの地に父と一緒にいますと申しました。すると、その国の主君である人が私たちに言いました。こうすれば、お前たちが正直者かどうかわかる。お前たちの兄弟を一人、私のところに残して、飢えているお前たちの家族に穀物を持って行け。そして、末の弟を私のところに連れて来い。そうすれば、お前たちが敵の回し者ではなく、正直者だということがわかる。 そこで私はお前たちの兄弟を渡そう。そうしてお前たちはこの地に出入りができるようになると。それから彼らが自分たちの袋を開けると、見よ、一人一人の銀の包みが自分の袋の中にあった。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは言った。お前たちはすでに私にこう失わせた。ヨセフはいなくなり、 シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが皆、私に降りかかってきたのだ。ルベンは父に言った。もし私が、この弟をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私に任せてください。この私が、彼をあなたのもとに連れ戻します。するとヤコブは言った。この子は、 お前たちと一緒には行かせないこの子の兄は死んでこの子だけが残っているのだから道中でもし彼に災いが降りかかればお前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら読みに下らせることになるのだ。